イケチュク・ウチェはナイジェリアアバ出身のサッカー選手。元ナイジェリア代表である。ポジションは FW。兄のカルー・ウチェもサッカー選手である。ウチェオケチュクやイケチュク・カルーと血縁関係はない。アマンゼ・ユナイテッド FC やハートランド FC でプレーしていたが、17歳の時にスペインに渡り、西軍ダ・ディビシオンのラシン・フェロールと契約した。 2002から03シーズンは24試合に出場したが、チームはセグンダ・ディビシオン B に降格した。2003年夏、セグンダ・ディビシオンのレクレアティーボ・エルバに移籍金30万 US ドルで移籍した。2003から04シーズンは12得点を挙げ、2005から06シーズンは28試合で20得点を記録して得点王になるとともに、プリメーラ・ディビシオン昇格を果たした。 2006年11月にはリーグ戦3試合連続得点を記録し、2006から07シーズンは8得点を挙げてチームのリーグ戦8位に貢献した。2007年夏に移籍したヘタフェ CF では主に控えとして起用された。2008年11月29日のレアルマドリード戦は途中出場ながら得点し、ホームでの勝利に貢献した。 2009年7月22日、プリメーラディビシオンに昇格したばかりのレアルサラゴサと4年契約を結んだ。ところが2戦目の出場となったセビージャ FC 戦で膝を負傷し、7ヶ月もの間離脱した。2010年夏のプレシーズンに復帰したが、その直後に再び膝を負傷し、6ヶ月の長期離脱を強いられた。2011年2月19日のアトレティコマドリード。 戦で復帰して20分間プレーし、ダビド・デ・ヘアが守るゴールバーにヒットさせるシュートを放った。2011年3月2日、アスレティック・ビルバオ戦には復帰後初めて先発出場し、2009年5月以来となるリーグ戦での得点を挙げた。2011年8月31日にビジャレアル CF に完全移籍し、直後にグラナダ CF にレンタル移籍した。 2015年6月にメキシコのワンルティグレスに3年契約で移籍したが、半年後の2016年2月2日にマラガ c F へレンタル移籍した。ありがとうございます。